こんんばは今日もですね飲みながら靴の話をしていこうと思いますえっ、ー、と YouTube のアプリで今まで動画を撮っていたんですけど録画機能っていうのでなんか使えなくなったんですかね使えなくなっちゃってえっ、ー、とスマホの普通のビデオで今撮ってるんですけど音質とかちょっと問題ないのかなというふうに気にしながら。 ちょっとテストとかするのもめんどくさかったんでそのまま撮ってるんですけどはい、まあえー、まあそんなこと今度はあ、若干アングルが変わっております今日はこちらの靴ですえーどうですねはいブランドはストールマンテラッシュイタリアの、えー 超名門ブランドですねえっと、えー、今日本で扱っているところを僕ちょっと知らないんですけど調べてみるとトレーディングポストさんで一時期、えー、取り扱いがあったみたいですねいやーこれどうですかノルベジェゼなんですけど。 内側の糸が中底にかかっていて外側のこちらがアッパーの皮この外に見えてるスイカはアッパーがこう来てるそのアッパーの皮を、えー、巻き込んで出汁、まあ、をかけてるってそういう作りなんですけどいやーすーごいこう悪く言うと悪く言うとっていうか。 すすごくいいかつい靴ですよね。360度になっていてこの小葉の張り出しとか多分 3mm4mm ぐらいあるんですかね上から見た時のインパクトがすごいですよねここのステッチワークとかここの若干角度をつけたこのカクッとした。 デザインとか、20年ぐらい前のイタリア靴で結構流行った形でこのノルベジュゼはえっ、ー、とステファノブランキーニがえっ、ー、と確かやり始めてっていうのをどこかの本で読んだ気がしますね間違ってたらすみませんでこれえっ、ー、ともう見てお分かりの通り中古で買ったんですけどえっ、ー、と京都にですねトリッコ トリコさんっていう中古靴屋さんがあって伏見桃山にちょっとその近くに用事があったので行ったんですけどまあもう靴の博物館みたいな素晴らしいお店で素晴らしいお店なんですよ本当にえっ、ー、とマンテラッシもあって、えー、とレディースも結構レディースは割とハイブランドとかえっ、ー、とプラダとかグッチとかルイ・ヴィトンとかディオールとか。 あとはバレンシアガもありましたかねっていうのが結構、えー、まああとトリッカーズとかウエストンとかもあってレディースも充実していてメンズはグリーンとかクロケットとかあとこういうマンテラッシーウエストン、えー、ジョン・ロブー,うーんパラブーツ、えー、ハインリヒ・ディンケラッカーあなどなどあとはドルチアンド・ガッバーナとかもありましたかね。えー、とあと うわえー、あれですシルバーのラッタンズリーとかいやもうすごいんですよ本当に楽しくてあのー、でしかもお値段が非常にお手頃でですね、えー、とこのストロマンテラッシュは、えー、とー新品で買うとおそらく当時、えー、とお店のご主人に見せていただいたんですけど当時の価格で25万円とか結構それぐらいの値段だったん でだから当時からずっと高いんですよね当時は、えー、とウエストンとかのウエストンの180が6万円とかでジョン・ロブも万円しなかその同じ雑誌では10万円しなかったぐらいの時代から高価格だっただからどうななんでその値段でキープできてるのかちょっとな謎なんですけど、まあ、当時からすごく高い靴だったんですけどこれがですね、えー、と2万円しなかったんですよね。 すごくないですかもうびっくりしましまていや価格破壊ですよねで他のウエストンの590とかもあのちょっと買ってないので値段は控えさせていただくんですけど590が2足あってそれもびっくりするぐらいお手頃でもうサイズがあったら僕多分もう10足くらい買って帰ってただろうなっていう素晴らしいお店だったんですよ革靴好きの方は是非行ってみてください本当に楽しいので。 京都伏見桃山のトリコさんですね。T-R-I-C-O-T さんですねでもうなかなか私も足に合う靴って少ない足が小さくて私はあの足に合う靴でなかなかなかったんですけどこれがぴったりきましてですねで多分これも20年ぐらい前の靴なんですけどすっごく状態が良かったんですよ傷もなくて見てくださいこの皮の光沢。 ごくフォ傷もなくクラックももちろんなくつややかな皮でいやーもうこれが足にピタッときた時はちょっと感動ものでしたねこの靴いやーもう倍の値段でも多分買ってましたよね倍でも4万円いかないぐらいですけどうんこれはこれはこれは素晴らしい靴ですよ 今なかなかこういう何なんでしょうねちょっと武骨一見武骨だけれどもこのドレッシーさを保っている靴でなかなかない気がしますねこれだけ思い切った小ばとかあのー、この底付けとかないですよねそこはまあ伏せてあるんですけど結構もうカッチカチなんですよ めちゃくちゃ硬くて結構履いた感じ下駄みたいな感じですけど分厚いんですよここも硬くていやでも履いていいてて不愉快なな硬さじゃないんですよねこうしっかり体重を支えてくれてるというか立って踏ん張ってると体を支えてくれてるようなそんな、あのー、印象の靴ですね。 いやーもうこ,ここら辺のステッチとかもちょっといやらしくないですかすっごくいいですよねヒールお尻はこんな感じになってますマンテラシーって新品で今売ってるんですかねなんかあんまり私見た記憶が ないんですけど、うん、ブランキーニとかも見ないですよねなんか雑誌のラストとかでは結構載ってるような印象があるんですけど。はあはあ、と言いながら、あのー、私もマンテラシーって名前しか知らなくてお店で見た時に。 あ、マンテラッシュだと思ったんですけど、まさかマンテラッシュがそんな新品で20万円もするような靴だということを知らずにですね、あの、買ったので、こう、買って帰りの電車で調べてびっくりした次第です、うんあ。こんないい靴があんな値段で売ってたんだと思って、いやーびっくりしましたね。マンテラッシュ、まだ他に一足、えー、っと、ございましたので、ご興味ある方はあの、お店のインスタグラムもありますので、ぜひぜひご覧になってみてください。うん こんないやー20年前って素晴らしいですね。こんないい靴があったんですねで20年前でこれだけ状態よく残ってくれてたっていうのもまたちょっと奇跡ですよね今もう今欲しいと思っても多分手に入らない靴だと思うので。 この川の具合とか、あのー、多分測る、そんなに測れずに、前の持ち主の方売られ。売却されたのかな、売却されたのかなと思うので。もう、これから、私が。えー、しっかりと、育てていきたいなと。思いますね。これ、もし、オールソールするってなったら、どうやったらいいんですかね。外側の出し切るんですかね。でも、外側の出し切ったら。ここの。 アッパー巻き込んでるアッパーとか結構ボロボロになっちゃいそうで怖いですよねうーんこれはこのまま残してそんなことできるんですかねうーん中内側の糸は中底に内側の糸は中底とつながってるのでこの外側切ったからってそんな靴がばらけるようなことはないと思うんですけどうん なんかこのせっかくこんな綺麗なノルベジェーゼなので、うん、この縫いは残したいですよねでもこの縫い残したもオールソールができるのかって,ってなるとちょっと私には分かんないですね。うん、こうこのこうふと気づいてみるとですね動画を34週間ぐらいサボってたんですけど。 あの久しぶりに見ましたらあのウエストンの動画とかが1000回再生を超えておりまして、えー、ありがたいことでございますねやっぱりウエストンの180って人気なんですね検索する人も、えー、それなりにいらっしゃるのでしょうか私見られてない動画はね20回20回再生とかも行ってない動画もまだまだあるんで差が激しいんですよねでもチャンネル登録者数もですねな,な,なんと50名 を超える方にもえー、超える方にえーチャンネル登録していただいておりまして、恐縮でございます。まあ、こんなダラダラ喋るだけのチャンネルなんですけどね。引き続きえー、ご覧いただければと思います。はい、ああ、そしてあの私あのまた靴をあのこれも買ったんですけど、もう一足買ってしまいまして、あの tlb をですね。あのまた新しく購入いたしました。えっ、ー、と田中実家店さんで。 購入させていいいたまたただま新し TLB がですね今、プレメンテナンスで、えー、と購入してプレメンテナンスでそのままお預けしておりますので、えー、そちらもプレメンテナンスがですね終わりましたら、えー、このように動画にですねさせていただければと思いますのでそちらもぜひです、ね、ご覧になっていただければと思います。はい、ストールマンテラッシー直訳するとすご腕で。 すごい,、えー、いですねそのブランド名をそういうそういうブランド名にできるっていうのがもう何ていうか自信の表れっていう感じがしますよねいやーかっこいいなかなか多分ソウル削れないんでオールソールの心配もしばらくはしなくて良さそうですけれど、えー、大切に履いていこうと思います。 はいえーとエイジングの記録ですとかえーとまあ入っていってどういう風うに変化していくのかなっていうところはえーと私のインスタグラムにでもねえー、インスタグラムでも更新しておりますのでそちらも合わせてご覧いただければと思います <laughs> はいそれでは今日はこの辺にしておこうかと思います、えー、おやすみなさい。